オッケーですねこれでクリアでタイムが3分23秒で。 枯れてますねって感じでまあかなり火力も高いですし合心もしっかり溜まってくれて粉塵まというの回転率も上がっているのでかなり火力は高くなっていると思いますこんにちはサードロです今回は過去にこちらの動画でシールドを運用した3段ヘビーボウガンの装備構成をご紹介させていただいたんですが火力特化型の3段ヘビーも教えてほしいってリクエストいただいてましたので今回は第5弾アップデートに対応した火力特化の3段ヘビーボウガンをご紹介させていただこうかなと思います 早速使用する武器からご紹介していくんですが武器はこちらのうっちゃりを使っていきますでうっちゃりを採用した理由としてはまずレベル3三段が歩き打ち歩きリロードの両対応していて装填数が6発あるんですよで他によく使われている三段ヘビーとして、まあ、このゴルクロップ数とか、まあ、いろんな三段ヘビー使われているんですがうっちゃりより軽くが高いヘビーボウガンだとこんな感じで歩きリロードに対応していなかったりするんですよねで今回はシールド運用ではないのでこの歩き打ち歩きリロードができない いいうのがかなり響いてくるんでですよで実際使ってみたんですけどレベル300相手にかなり使いづらさを感じたので両対応しているっていう点でうっちゃりを選んでいますでさらにこの両対応っていう面ではイベルカーナの3段ヘビーボウガンもあるんですがそことは単純に火力差ですねうっちゃりの方が攻撃力が高くなりまして今回粉塵んまといを採用しているので粉塵んまといが武器の攻撃力にも依存して追撃ダメージが上がるようになっていますなのでそういった面からも基本的にイベルカーナのヘビー使ってもうっちゃりのヘビー使っても立ち回り つまりは同じになりますのでより火力が出せるうっちゃりを選んでるっていうふうになりますで武器の回連性に関してはスロットを全て拡張して攻撃のレベル4をつけてますで強化パーツはパワーバレルですね続きましてスキル構成ご紹介していくんですがスキル構成は上から攻撃見切り粉塵まとい超戒心弱点特攻弾丸節約三段強化装填速度反動軽減気絶耐性剣余盤弱闇討あとは弾道強化回避距離アップ口角の恩恵合心技物号外修羅最や 恐竜連撃鑑賞というスキル構成になっております。 続きまして各スキルの採用理由について触れていくんですがまず攻撃はいつも通りですね今回三段は無属性弾になりますのでベース火力を上げるために攻撃をレベル7まで上げてますで見切りに関しては今回回心率が見切りの30%弱点特攻の50%恐竜症の20%で100%になるように調整していますで弱点特攻に関しては今回は貫通弾ではなくた肉質45以上を狙う機会が多い三段運用になるので 渾身よりも弱点特攻を採用しててトータルで100%になるように見切りも調整してるって感じですね粉塵まといに関しては3段は基本的にヒット数が多い部類の弾に入ってくるっていうのと無属性で攻撃力が上がるので粉塵まといの追撃火力も上がるようになっていますなのでまあ、火力補助っていう感じで粉塵まといをレベル3まで積んでましてこれは最悪レベル1あればいいんですがレベル3にすることで粉塵まといを発動するまでのヒット数を減らすことができますで他に鬼火プラスシチューに勝つとかで物 を下手に上げるよりかは粉塵マトイのレベルを上げていった方が火力期待値のコスパが高いので粉塵ジンマトイをレベル3まで上げたっていう感じですねで超会心に関してはいつも通りで物理火力を回心実験4倍してくれるので入れてまして弾丸節約は3段に関しては玉持ちがいい弾になるので基本的に玉持ちって面で採用する必要はないんですが弾丸節約が発動することによってリロード数が低下しますなので1分間あたりに打てる射撃数が増えて DPS 向上につながるので単純に火力スキルとして弾丸節約を積んで ます3段強化に関してはいつも通りですね3段であれば火力面で必須になりまして装填速度と反動軽減はうっちゃりの場合両方レベル3積まないと反動小の最速にならないので両方ともレベル3必須になりますで気絶耐性は防具のおまけでついているんですが万が一の事故を一応減らすことはできてますで剣は盤石に関してはなくてもいいんですが相手の怒り時の方向を無効化することでチャンスタイムに変えてくれるので、まあ、DPS 向上として入れているのと今回号外修ラを入れていて防御力が下がってるんですよね、まあその分補う っていう目的でででも原理万をレベル3まま入れてますで闇打ちに関してはこれは金レイヤーで使う場合のみ入れていただきたいんですがケオテスカトルとかシャガルマガラ相手に三段を担ぐ場合は基本的には頭を打っていくので闇打ちは抜いていただいて大丈夫です今回は金レイヤーでも使うっていうことを想定して闇打ちをレベル3まで積んでますで弾道強化はレベル2積んでましてこれは三段の場合はレベル2ないと運用がかなり難しくなってくるので使いやすさを向上させるためにレベル2つけてますで動きが激しい テオテスカトルとかシャグルマガラーに挑む場合は闇打ちを落として弾道強化を上げてあげた方がより使いやすいかなと思いますで回避距離アップも快適性を上げるためにレベル2まで入れてまして口角の恩恵はいらないですねで合身に関しては 今回シールドがないので、万が一の被弾の時にダメージをカットするために合心を積んでます。で、技物はいらなくて、豪シ修羅はレベル3まで積むともちろんなんですが、めちゃくちゃ火力が上がります。ただ、レベル3までやってしまうと、300レベルの金レイアのサマーソルト1回で力尽きたんですよね。なので、まあ、合心が基本的に維持できればいいんですが、 ちょっと事故が多くなりすぎたので、レベル1に留めて、金霊アの尻尾とか、あと他にもシャガルマガラとか、テオテスカトルとかに関しても、ワンパンを防ぐっていう目的で1で止めてます。より火力を出したい場合は、レベル3まで上げていただけるといいかなと思います。で、サヤカ転覆に関しては、恐竜ショーとのシナジーで、恐竜症を克服した時に、攻撃力が30秒間12上がってくれるっていうのと、さらに、開花モンスターであれば、豪傑やられを付与してくれるので、それが治った時にもサヤカ転覆が発動してくれるので、火力スキルとしてレベル1積んでます。で恐竜ショ 通りですね回心率の向上と火力の向上のために入れてまして連撃は物理弾なのでレベル1積んでいただければ大丈夫ですこれはレベル2に上げても攻撃力が1しか上がらないのでレベル1入ってればいいかなと思いますで鑑賞に関しては1スローが余ったので入れてるって感じなんですが一応マルチで使うときに万が一踏ん張り術が発動しなかったときも鑑賞で守ることができるので一応1スロー余った分でつけてるっていうふうになります続きまして今回も回連星とお守りを使ってきているので妥協ラインについてご紹介していくんですが まずはこちらの闇打ちですねこれは金レイヤー以外の相手に担ぐ場合はレベル0まで下げていただいて大丈夫ですで次にこちらの粉塵まといですねこれをレベル1まで下げてあげればお守り枠もしくは回連星の2枠が空いてくれるので粉塵まといをレベル1まで下げて組んでみるとかなり楽に組めるかなと思いますでそれでも難しければ見切りのレベルを2つずつ落とすことによって4スロー1個もしくは1ずつ下げることで2スロー1個分空いてくるのでここの見切りを例えばレベル2とかまで下で 下げるとススロロ個個もしくは2スロ4個分開くは分のでここまで下げればある程度練成している方であれば組めるようになるかなと思いますのであとはお手持ちの回練生とかお守りと相談しながら妥協ラインを決めていただければなと思いますであともちろんなんですがこちらの気絶耐性とこちらの技物はいらないスキルになりますので回練生のコストとして減った場合はそのまま使っていただいていいのと口角の恩恵も同様ですねで鑑賞も1スロに余裕がなければもちろん抜いていただいてお団子側で踏ん張り術を一番下で食べれば昼 100%発動することができますので一度に余裕がなければ干渉も抜いていただいて大丈夫です続きまして装備構成ご紹介していくんですが装備構成は上からリバルカイザーリバルクシャナワチスエンサマガドに怪国バルクとなってますでお守りは粉塵まとい3の闇討ち2のスロ411を使っているんですが先ほどご紹介した通りまず闇討ちは抜いていただいていいスキルになるっていうのと粉塵まといに関してもレベル3ついているんですがリバルカイザーの頭にレベル1ついているのでお守り枠で粉塵まいをうの でででああれればばレベル2あれば大丈夫ですでそもそも粉じまというのお守りがないよっていう方は粉じまというのをスキルはレベル1に妥協していただいていいのでお守り枠は自分が持っている一番強いお守りを使っていただければそれでもかなり組みやすくなるかなと思いますで装備に関して1点だけ注意事項があるんですがこの腕の部分ですね腕の部分はこのワチスを使う方とこちらの開国バルクの腕を使う方の2パターンがあるかなと思いますでここの違いとしてはお手持ちの回連で変わっててきまして手持ち の回連星で恐竜章をつけていない方はこのワチスでの方がスキルポイントが高くなりまして恐竜章を回連星でつけている方であればこちらの開国バルクの腕の方がスキルポイントが高くなりますこれはご自身の装備の組み方で腕の部分だけは変わってくるかなと思います続きまして回連星ご紹介していくんですが腰は連撃をつけてるだけですね でリバク爆者の胴に関しては技物を引きながら4スロアキをつけているんですがこれは4スアキを引く必要はなくて今回通常連勢でリバク爆者の胴を回しているんですが技物と口角の恩恵はどちらも消えていいスキルになるのでスキル特化で回しながらスキルがつきながらスロット空いた方がよりスキルの幅が広がると思いますので。 今から回す方であればスキル特化で回すともっと異連性が出せるかなと思います。で、リバルカイザーの頭は反動軽減プラス1つロつけてるだけで、開国バルクの足は3スロアキーですね。こちらも気絶耐性を引くことができるので、もし回すのであればスキル特化で回していただいてもいいかなと思います。で、バチスの腕は恐竜症の限りがいらなくなるので、これを引いて闇打ちプラス1つロつけてるんですけども、これも今から連戦する方であれば、闇打ち以外のスキルで厳選するっていうのがいいかなとは思います。っていうのが回連戦ですね。続きまして装飾品の なんですが装飾品は一覧をテロップで出しておきますのではめ方の例としてお見せしておきます。 で入れ替え技に関しては今回早替えの書赤がメインになるので赤の方にタックル、機関狙撃、タメ打ちカウンターショット自在撤収死滑走を入れてますでお団子に関しては上から踏ん張り術、暴れ打ち短期催眠で食べるのが火力期待値的には一番高くなるんですが発動率がちょっと低くなりすぎるのでまずマルチで昼み軽減がついていない状態で使う場合は踏ん張り術を一番下で食べていただくと100%で発動できるっていうのと動きに慣れていない敵と戦う場合は上から防御術、ど根性、 半期催眠で食べていいただけるるとと安定感が上が上かなと思います最後にエクストラ7300レベルの金レアで実践編やっていこうかなと思いますはいそしたら実践編ですねエクストラ7300レベルの金レアやっていくんですが今回もこの装備のリアルな 強さを見ていただきたいので、まあ、途中カットとか取り直しなどはせずに今取ってるやつをそのまま使うので、まあ、途中噛んだりとかプレイミスはあると思うんですけどそこは温かい目で見ていただければなと思います開幕は罠を置くことで双人鎖鎌がガルクが発動してくれるのであとはこのまま打っていきますで金利は大体この後怒って方向するのでこれは剣余盤石で守りながら射撃って感じですねでこのまま打っていって噛みつき当たっちゃいましたねちょっと返します で、このまま撃っていて、金レイヤーのこのちょっとした噛みつきがちょっと苦手なんですよね。これでステップで避ければ体の中に入って避けれるんで、ここもステップで避けます。で、オッケーですね。で、このまま撃っていって、今回合心が溜まってたので、合心の7割カットでそのまま耐えてます。で、これも避けて、で、この後クルリンに合わせて回避で寄ればそのまま撃てるので、これで射撃ですね。オッケーです。で、足ダウンが入ったので、金レイヤーは基本的に足にダメージを集めれば特殊ダウンが 入ってくれるので足とあと尻尾ですねを弱点として狙っていっていただければいいかなと思いますちょっとこれもミ <laughs> スりましたね喋りながらやるとこう噛みつきがなかなかちょっとタイミングまだ慣れてないんですけどこれは一回回避しますでちょっと距離遠すぎるんでこれで OK ですね粉じまといが1085とか出ていますねこれも回避して大丈夫ですね OK さあこれでパージしたんでまた撃っていきますで 一応その今回注目していただきたいのは合心ゲージの溜まりの速さと粉塵まといのまといの速さですねもうさっき発動したのにまあ赤くなって粉塵まといは溜まってますねでこれが青になったら追撃が入って1000ダメージ近く入ってくれるんで今回多分怒ってないんでちょっとダメージ減ると思うんですけどえ粉塵まといと合心はかなり相性が3段といいかなと思います885とか入りましたねでこれでちょっと距離取って OK ですねでまた近づいていって撃っていきます当たりましたね じゃあ当たっちゃったんですけどでこのまま撃っていきますでこれでまた特殊ダウン入ったんで足を撃っていってちょっと球が切れちゃったのでちょっとレベル3入れたいんですけど OK ですねこれで調合してまた撃っていきますでこれもらっても大丈夫ですね OK ですねでこれで粉塵んまとの追い打ちがまた入っていくとで今粉塵んまとい使い切っちゃったんですけど多分もうそろそろまとい直すと思います これで、まあ、取り直しましたね。で合診も基本的にかなり溜まりやすいので、まあ、少し立ち回り失敗したぐらいだったら合身で大丈夫だとは思います。これでまた、これもらって避けます。OK ですね。で、合血ラ来で付与してもらえると、最下転覆が乗るので、これ合身で耐えながら撃っていきます。まあ、そこもかなり美味しいですね。 で多分そろそろブルコが出ると思うんですけど、これも次さすがに合心使い切っちゃってるんで避けます。オッケーですね。で、回心も恐竜症を克服すれば100%なので、93とか出てますね。ワンヒーットで、これでブルコ出てくれたんで、終わると思うんですけど、OK ですね。これで。 クリアでタイムが3分23秒で枯れていますねって感じで、まあ、かなり火力も高いですし合心もしっかり溜まってくれて粉じまといの回転率も上がっているのでかなり火力は高くなっていると思います豪外修に関してもレベル1で止めているので安定感に関してもかなり高く組めているかなとは思いますご視聴ありがとうございましたこれからもサンブレイクの動画を上げていきますのでよろしければチャンネル登録、高評価、コメントくださると嬉しいですバイバイ